然の地元引退宣言から1年、ついにその時は訪れました。ハレンスタジオ1万4000人の観衆はスタンディングオベーション、地元スイスの英雄を迎えます。アンディ・フグはこの大歓声の中、ラストファイトにいつもと変わらぬ自分の原点ともいえる空手道着に身を包んでの入場です。対戦相手はミルコクロコ、 K1 次世代を担うホープだ。注意されますよ、アッパー来ますからね、連打できますよ。右ですよ、左ロック、さあミルコが出ていく、出てきますよ、素晴らしい、アンディも返す、アンディも返す、場内割れんばかりの歓声です。やはり先ほどのアッパーカットで口の中を切ったのか、かかと落とし。アンディ・フグはこの試合を前に我が格闘人生に悔いはなしと語りました。彼はですね、やっぱスパーリングやってるんですね、はい、練習をですね、はい、近いんで、で、タイミングが見るとつかめないようですね。あ、しかし、かかと落とし、逆に返した、逆に返した、逆に、これも読み切っています。アンディー君、左アッパー、右アッパー、効いた、アッパー、効いた、アッパー、効いた、アッパー、やばい、やばい、スイスの英雄と呼ばれた格闘家が今スイスで一つの幕を引こうとしています。まだまだ分かりませんよ、そうですね、はい、その相手は勢いに乗るミルコ・クロコップ、はい、このアンディを見られるのもあと30秒を切りました。スイスの国民が目の前でアンディ・フグを見られるのもあとわずか。右ノック、出てくるミルコに右ノックを浴びせたアンディ・フグ、ミルコはちょっと手数が足りない。残りは10秒を切った。アンディ・ユグは自らの引退を勝利で飾るのか、しかしそれを打ち砕った。アンディ・ユグの今ゴング、今ゴングが鳴らされました。アンディやりましたね、さようなら。アンディ・ユグ、ミルコ・クロコップとの対戦は全て5ラウンド使い切りました。アンディ・ユグ3対0嬉しいですよね。スイスのファンに最後の挨拶、最後のかかと落とし、アンディ・ユグ見事な勝利でした。鉄人と呼ばれた格闘家がスイスのリングを去ります。ミルコの勢いを経験で封じたアンディの判定勝利。スイスでの引退試合に花を添えたアンディはファイトナイトで6年間不敗の記録を作った。アンディに衰えはなかった。全盛時の体力こそないものの、それを補う技術と精神力があった。ファンはアンディの勇姿をしっかり胸に刻み、別れを惜しむ大声援。だがまだまだアンディの格闘人生が終わったわけではなかった。再び K1 王者となり、フィリオへのリベンジを果たさなくてはならない。そして第二の人生のプランも描いていた。アンディという35歳の英雄がこれまで以上に脚光を浴びる日も近い。どうもありがとうございます。頑張ります。よし。